はい、どうも、キョベちゃんです。今回、ツチノコパンダ竜禅がさすらってきました、ついに。ということで、ツチノコパンダ対ツチノコパンダやっていきたいと思います。いや、仲間になるかな。多分ね、かなり低い確率だと思うんだけど、やっていきたいと思います。さあ、始まりますね。じゃやっていこう。まあ、ツチノコパンダ最後に取っといて、まずはちょっとね、周りのやつら倒していきたいと思います。一旦ちょっと離れて、相手が近づいてくるのを待ちますね。さあ、伏龍。さあ、土の子、土の子。さあ、まずこの二人を、吹雪の術で倒す。よいしょ、オッケー。お、ロボの子もいるね。来た来た。一旦陽気玉取っとこう。まあ念のためね、どのくらいダメージ食らうかわかんないんで、一応取っといて。来た。1回。楽勝だな。よいしょ。3、2、2。さあ残るは3体か。さあ土の子パンダ対土の子パンダ。13。落石の術。ミス。さあ攻撃。ロボの子倒しておきます。よいしょ。320。さあ落石の術1。さあこいつも倒しておく。よいしょ。さあ残るは土パン対土パン。おっと、避けた。一旦ね、ちょっとこの絵面を妖術回復。よし、行くぞ。死ねえ、土の子パンダ。よいしょ。300。あなたは強いです。一緒だけどな。さあ勝ったということで、来るか仲間になるか。来い来い、土の子パンダ来い来い。くそ、当たんなかった。マジか。まあ仕方ないよな。多分かなりの低確率だと思うんで、またさすらいをね、狙ってちょっとね 3DS持ち歩きたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録していってください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。キョウペイちゃんでした。